現在リップルにクジラが殺到、金額にして11億円にも及ぶ買いが入り、リップルの急騰までリーチと言える状況となりました。また現在僕の公式 LINE ではリップルの最新価格分析レポートを限定共有していきます。まずは概要欄から僕の公式 LINE を必ず追加いただき、そちらにリップルクジラとメッセージをお送りください。はい、どうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。僕リプト生産機のたくみです。今回リップルに関してまたまた価格の上昇に結びつく情報が入りました。どうやら現在リップルにクジラたちがかなり注目しており、なんと大量の貝を入れ始めているようなんです。そこで今回の動画ではリップルとクジラの動向に関する最新情報を解説していきます。これによってリップルの価格に対してどんな判断ができるのか、これからお伝えしていきますので、必ず最後までご覧ください。はい、それでは本編に入ります。ではまず今回の情報が載った記事がこちらになります。でこちらの記事見出しが、クジラが数百万のリップルを捕獲、リップルはいよいよ普及するのかという内容になります。でこちらの記事、重要な部分のみ抜粋して読んでいきます。はい、まず著名な仮想通貨アナリストのアリー・マルティネス氏は、驚くべき事実としてリップルクジラが爆買いを繰り広げ、過去1週間で1100万リップルという驚異的な額を蓄積したことを明らかにした。これらの買収総額は682万ドルに達し、市場内の強気な動きの顕著な高まりを示しています。マルティネス氏はオンチェーンデータを分析し、リップルクジラの活動の大幅な急増をクジラの購入の軌跡を詳細に示したグラフで示しています。注目すべきことに、これらの大手企業は現在合計で104億5000万トークンを超えるリップルを資産で保有しており、これはリップル総供給量の 10.5% をわずかに超えるに相当します。この展開が特に興味深いのは、過去3週間の安値の低下と高値の低下を特徴とするリップル価格の持続的な下降傾向の中での出来事である。しかしこの減少傾向はクジラを妨げず、クジラはこの期間中に急速にリップルを蓄積する機会を捉えましたということが記載されているんですが、こちらこの記事の内容を要約していきます。はい、まず今回リップルを複数のクジラによる買いが入り、合計で1100万リップル、これ日本円にして10億円に及ぶ、そんな高額の買いが入りました。そして現在リップルは大手企業も含めたクジラたちによって総供給量の 10% ほどが保有されており、今回そこへ価格が下落しているそんな最中にもかかわらず、さらに大量の買いが入ったということになります。これなかなか面白い動きですよね。つまりクジラたちからすると、相場状況を無視してでも追加で大量保有しておきたいという見方ができます。その理由を考えた時、真っ先に今後の急騰を見越しているという理由が僕は浮かびました。こうした情報からますますリップルは目が離せない状況となっていますので、引き続き情報を追っていきましょう。そこで現在僕の公式 LINE ではリップルの最新価格分析レポートを限定共有していきます。まずは概要欄から僕の公式 LINE を必ず追加いただき、そちらにリップルクジラとメッセージをお送りください。はい、で最後に1点重要なお知らせがあります。現在このチャンネルと僕の公式 LINE では2023年最後の超高期待値銘柄 D チャットのプレセールに向けて重要情報を優先して共有中です。この D チャットは人気コインコーに類似する SNS、 あとはチャットがテーマとなる仮想通貨なんですが、その規模はコーの13倍に及びます。また現在過去に1600倍の価格上昇を達成したミームコイン山犬をこの最高値1600倍に到達させ、さらに X のフォロワーも100万人超え、そしてイーロンと深いつながりを持つ重要人物マリオ・ナウファル氏もこの D チャットに目をつけており、まさに2023年最後にふさわしい期待値を持っています。そんな D チャットを最速ゲットできるトークンセールが12月6日19時から開催されます。そして今回このトークンセールに向け、光栄なことに KOL 公認アンバサダーとして抜擢いただきました。そこで僕の公式 LINE では D チャットの先行者利益を確実に手に入れるために、事前準備、購入方法、そして最新ファンダなど全て網羅した D
WeChat 完全攻略ガイドを限定共有していきます。2023年マイナス収益で終われない、年内最後のチャンスで大きく稼ぎたい、2024年頭から最高のスタートダッシュを切りたい、そんなあなたはこの動画の概要欄から僕の公式 LINE を必ず追加いただき、そちらにチャットとメッセージを送って、ぜひこの完全攻略ガイドをお受け取りください。そして最後になりますが、もしこの動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ動画の高評価とコメントもしていただけると励みになります。それでは今回の動画はこちらで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。